さん、こんにちは。ハワイのナビゲーター、アロハちゃんです。ハワイに行ったら何がしたいですか？いろいろな計画があると思いますが、お買い物と答える方も多いのではないでしょうか？ハワイには有名ブランドの商品を安く買えるアウトレットモールがあります。今日はハワイのアウトレットモールを紹介していきます。アウトレットとは、正規ブランド店でシーズン中に売り切れなかった商品や大量に仕入れた商品を安く販売するお店のことです。ハワイのアウトレットモールはワイケレというエリアにあり、ワイケレプレミアムアウトレットという名前です。ワイケレプレミアムアウトレットは1993年に誕生し、ブランド直営のアウトレット店が約60店舗も集まる場所です。有名どころではコーチ、オリバーチ、ケイトスペードなどのファッションブランド、リーバイス、ギャップ、アメリカンイーグルなどのカジュアルブランド、ナイキ、アディダス、アシックスなどのスポーツブランド、コンバース、バンズ、ボルコムなどのストリートやサーフブランド、靴や時計、子供服の専門店などで高い割引率で買うことができます。 70% 引きの商品もあるので、人気のお買い物スポットとなっています。ワイキキからは車で約40分で、レンタカーか専用のシャトルバスで行きます。ワイキキの中心地からは約28キロあります。ワイケレプレミアムアウトレットは道路を挟んで2つのエリアに分かれていて、北側がワイケレプレミアムアウトレット、南側はワイケレセンターと言います。この場所はとても広いので、まずはプレミアムアウトレットをご紹介していきます。プレミアムアウトレットはほぼ左右対称の作りになっています。ベージュの部分にお店が入っていて、赤い部分はトイレで3カ所あります。この紫色の部分はバスプラザといって、シャトルバスなどのバス乗り場になっています。また中央には休憩のできるフードコートがあり、駐車場左側の黄色い部分にはプレートランチが食べられるフードトラックのエリアがあります。これらは順次紹介していきますので、早速どんなお店があるのか見ていきましょう。最初は中央左の星印のところから時計回りで紹介していきます。まずは1941年に革工房から始まった老舗ブランドのコーチです。コーチは比較的カジュアルなブランドで、革製品のカバンや靴、財布などが充実しています。商品によっては 70% 引きのものもあり、気に入ったものが見つかれば大変お買い得です。こちらのお店はコーチの直営店であるため、品質は通常品と変わりありません。追加で 20% オフということもあるので、お買い物が楽しくなりますね。その隣はソルティスサングラスアウトレットです。有名ブランドのサングラスを取り扱っていて、ティファニー、プラダ、ベルサーチなどが最大 60% の値引きです。奥へ進むとコールハンアウトレットです。1928年に創業した紳士靴のお店で、フィット感と軽量構造にこだわっています。女性や子供向けの靴も扱っていて、これらの商品が 50-70% オフです。ちょっと試してみたくなりますね。続いてはマーク・ジェイコブスです。1986年に創業したブランドで、バッグや財布、時計、アクセサリーなど幅広いファッションアイテムを取り扱っています。次はアルマーニエクスチェンジです。アルマーニエクスチェンジはジョルジオ・アルマーニのエッセンスを引き継いだ
アルマーニの姉妹ブランドです。もともと低年齢層をターゲットとしたブランドですが、アウトレットではさらに安くなっています。日本でも活躍しそうですね。続いてはスポーツブランドアシックスです。日本でもおなじみのアシックスですが、アメリカでも人気になっています。日本にはないカラーのシューズが安く見つかるかも。次はケイトスペードニューヨークです。こちらのブランドは移転して以前より広くなりました。ケイトスペードは1993年に設立されたアメリカの高級ファッションブランドです。ハワイだとロイヤルハワイアンセンターとアラモアナセンターにリテールショップがあります。ハンドバッグやアパレル、シューズ、ジュエリーなど幅広い商品を取り扱っています。時には斬新なデザインもあり、アロハちゃんも気になってしまいます。ディスプレイには 70% オフと出ていて、さらに追加で 20% オフとなっていました。もし100ドルの商品だった場合、なんと24ドルで買えてしまう計算です。有名キャラクターとのコラボグッズも 60% オフでした。次はスポーツブランドのアディダスです。広い店内にはシューズ、スポーツやバッグなど幅広く扱っています。最大 50% オフで掘り出し物が見つかるかも。次はローカルフィーバーです。ハワイで人気の低価格ファッションストアでティーネイジャーに人気があります。ロコっぽいファッションになりきるならぜひ一度覗いてみてください。続いてはトミー・ヒルフィガーの子供服専門ストア、トミー・ヒルフィガー・キッズです。トミーの DNA を受け継いだ子供服も繊細で高級感のある雰囲気です。次はカジュアルブランドのゲスです。ゲスは1981年にカリフォルニアで誕生したブランドです。1980年代から世界的な流行となり、今も有名なブランドです。アウトレットでは最大 50% オフと手頃な価格でお買い物ができます。続いては1933年に設立されたフランスのスポーツブランドラコステです。ポロシャツなどが人気で一世を風靡しました。こちらは最大 60% オフです。次はアウトレットの一番奥にあるサックスフィフスアベニューというデパートです。ブランド物の衣料品、靴、アクセサリーなど割引価格で販売するデパートです。お店の中はかなり広いですが、結構割引されているので掘り出し物が見つかることも。こちらサックスフィフスアベニューの近くに一つ目のトイレがあります。こちらのトイレは数が少ないのでよく行列になっています。早めにトイレを探した方が良さそうです。ファミリートイレは自動販売機奥にあるのですが、鍵がかかって使えませんでした。トイレの前にはベンチがあるので休憩もできそうですね。次はダイヤモンドヘッドチョコレートです。ダイヤモンドヘッドチョコレートは手作りチョコレートのお店で、お土産としても人気があります。次はサングラスハットです。専門店ということもあって種類が豊富です。サングラスを一つ買おうと決めている方にはおすすめのお店です。次は旅行カバンのお店、サムソナイトです。アメリカデンバーで誕生したサムソナイトは丈夫なスーツケースとして有名です。たくさんの商品を展示しているので見ながら選べるのはいいですね。
フルラはイタリアの高級ブランドで、バッグ、財布、靴、腕時計等を取り扱っています。店内には所狭しと商品が並び、ゆっくりとお買い物ができそうです。次はアメリカンイーブルです。アメリカンイーブルはカジュアル系ファッションブランドで、若者に人気があります。何枚あっても困らない T シャツやジーンズがリーズナブルな価格で買えます。カリフォルニアデザインのポップな服装もハワイにはよく合います。夏のハワイにショートパンツは必須ですね。ここアウトレットではさらにお安くなっているので、まとめ買いしてしまうこと必至です。こちらのジーンズは約20ドルです。お店の奥にクリアランスコーナーがあるので行ってみましょう。次は靴やストリートファッションのコンバースです。コンバースはおなじみの定番シューズから衣類やバッグなども扱っています。表の看板には大人のスニーカーが24ドル99セント子供用は14ドル99セントと出ていました。こちらの T シャツは2枚で30ドル。ヴィンテージ感漂うロゴマークは今もおしゃれでいいですね。次はフェーマスフットウェアです。直訳すると有名な靴屋で、ストレートな名前です。ナイキ、アディダス、プーマ、ニューバランスなどいろいろなブランドの靴が揃っています。その隣はビタミンワールド。その名の通り、ビタミンと栄養補助食品のお店です。次はビッグカールです。オーストラリア発のサーフブランドで水着をたくさん揃えていました。そのお隣はトリーバーチです。2004年に誕生したトリーバーチは、手の届くラグジュアリーをテーマに展開しています。アウトレットなのでさらに手に入れやすくなっていますね。次は靴のブランド、エコーです。エコーは優れたフィット感のシューズと高級革製品を扱うブランドです。その隣はコーチのメンズです。バッグや洋服、帽子などを取り揃えていて、店内は落ち着きのある雰囲気です。続いてはカルバンクラインです。カルバンクラインはアパレル、アクセサリー、下着などを展開していて、50年以上も愛され続けるアメリカのファッションブランドです。中里依紗さんがハワイ滞在中に購入されていたブランドです。日本で買うより安いそうです。次はちょっと離れて中央にあるお店、ウォッチステーションインターナショナルです。さまざまなブランドの時計を扱っていて、ウィンドウショッピングが楽しくなりそう。その隣はキプリング。スタイリッシュで機能的なバッグのお店です。サイズ感や質感が普段使いに良さそうでした。その隣はスワロフスキーです。スワロフスキーは1895年にオーストリアで創業したクリスタルのプレミアムブランドです。ここでしか買えない装飾品の他にアクセサリーも取り扱っています。そしてスワロフスキーの裏には2つ目のトイレがあります。個室は男女兼用が2つあって、どちらもファミリートイレになっています。次は高級スキンケアを製造するフランスの化粧品会社クラランスです。 20% オフはもちろん、タイミングによってはさらに値引きがあることもあります。ここまでで北側半分のお店を紹介しました。お買い物に夢中になっていたらお腹が空いてきました。ここからはフードコートとフードトラックを紹介していきます。
フードコートはご覧のように日よけとテーブルがあるのですぐに見つかると思います。まずはミスターカウです。韓国風ホットドッグのお店で小腹が空いた時にサクッと食べられます。私たちは4番のヤムヤムを注文してみました。いつの間に。ヤムヤムはさつまいも系の芋です。早速開けてみましょう。じゃじゃん、揚げたてホクホクで出てくるので、これは間違いなく美味しいやつですね。ペロリ。その隣はディッピンドッツというつぶつぶのアイスクリームのお店です。アイスクリームなんだけどつぶつぶで、ちょっと不思議なデザートです。続いてはクイックタイです。小さい屋台になっていて、手軽にタイ料理がいただけます。次はアリッサンドラズルンピアエクスプレスです。評判の良いフィリピン料理のお店なのですが、メニューが表に出ていないので注文するのが難しそうです。今日何があるみたいな感じかな。フードコートの最後はポノボールです。このボールはジェラートやシャーベット、スムージーやティーなどのデザート系のお店です。店名のボールというのは、シャーベットのトッピングのことですね。以前はもう少しお店があったのですが、コロナの影響で減ってしまったようです。ただ、以前なかったフードトラックが増えていたので、全体としてのお店は増えています。フードトラックはポーチというお店の近くで駐車場に設置されています。5つほどあるので順番に見ていきましょう。1つ目はレインボーストリームです。コリアンバーベキューのプレートランチのお店です。写真付きの日本語メニューでとても分かりやすいです。美味しそう。次はイエローキッチンです。トラックが可愛い。こちらも韓国系のお店のようですが、辛い系のメニューが多いです。こちらも美味しそうです。次はエルハリシエンセです。見るからにメキシコ料理のフードトラックです。こちらのメニューは手書きで直されていたりして、ちょっと難易度高めです。トラックの横に写真があるので、こちらの方が見やすかったです。メキシコ料理が分かっていればスタンダードなメニューだと思います。次はチャモロ料理のチャモログリーンズです。チャモロ料理はグアムに伝わる伝統料理だそうです。レッドライスが有名で、メニューはこんな感じで美味しそうです。ハワイって本当にいろんな料理に出会えます。最後はタイ料理のお店、ピージェイズタイキッチンです。青いワゴンが綺麗です。メニューも分かりやすくて注文しやすそうです。お値段も控えめでいいですね。こちらのお店は Google のレビューで11人全員が星5をつけていました。美味しいのかな。タイ料理気になりますね。チャンスがあれば食べてみたいです。以上がフードトラックでした。後ほど別のフードトラックも紹介しますのでお楽しみに。ここからはお店の紹介に戻って、下のエリアを時計回りに紹介していきます。次はアメリカで3番目に大きな運動靴のブランド、スケッチャーズです。スケッチャーズは大人から子供まで、普段履きからスポーツ用途など幅広い商品を取り扱っている専門店です。この時お店では2足買ったら2足目が半額になるキャンペーンをやっていました。組み合わせは男女でも大人と子供でも OK なので、
一緒に二足買うのもありかも。ポイントとしては、安い方の靴が半額になるので、同じぐらいの値段帯にした方がお得感があります。友達と一緒に買ってもいいですね。次はホノルラックスという美容室です。ホノルルとロサンゼルスの空港コードをくっつけたような店名で、ヘアカットとネイルのサービスが受けられるそうです。未来的でユニークですね。次はキャップなどを販売するリッツですが、これからオープンするようなので楽しみですね。次は子供服ブランドオシコシュビボッシュです。バイケレの子供服店は可愛くて安いのでとても人気があります。月齢は0歳から14歳ぐらいまでで、それぞれ商品が充実しています。子供用ということで肌触りも良く、可愛いデザインのものが多いです。ご自身のお子様にはもちろん、お土産としても喜ばれそうです。次はカバンメーカーのトミです。トミは1975年の創業以来、優れたデザインと機能性を追求するブランドです。スーツケースの他にも、様々なバッグを 20-40% オフで購入することができます。次はクラークスです。クラークスはイギリスの国際的な靴メーカーで、履き心地にこだわった靴を販売しています。その隣も靴で、クロックスです。一時ブームになり、履いている人を含みました。様々なバリエーションやコラボレーショングッズも多いです。クリアランス商品のみですが、2足買ったら2足無料というキャンペーンをやっていました。次は子供服メーカーのカーターズです。カーターズも0歳から14歳までの子供服を扱う有名なブランドです。実は先ほど紹介したオシコシュの親会社でもあります。カーターズは子供らしいものが多く、オシコシュは落ち着いた色合いという感じです。どちらも可愛いのですが、最終的には商品を見て判断という感じです。靴やおもちゃもたくさんあって、お子様連れの方は結構時間を使ってしまうかも。サイズは月齢で表示されているのですが、日本人だと少し大きいと思います。 50% オフの表示が多くありますね。かっこいいジーンズもありました。次はポロ、ラルフローレンです。このブランドは世界的なデザイナーであるラルフローレンがポロというブランド名でネクタイを売り出したのが始まりです。ポロといえば、ポニーの刺繍が胸元に入ったポロシャツが有名で、誰もが一度は見たことがあるブランドだと思います。そんなポロのアウトレットがこちらで、広い店内にはセール品が多くあります。これだけポロの商品があるお店は、ハワイの中ではここだけではないでしょうか。次はリーバイスです。1853年から続くジーンズのブランドで、現在はアパレルメーカーとしても有名です。Tシャツやスウェット、チノパンなど種類も豊富です。メンズだけではなく、レディースもおしゃれです。一つ買ったら一つ無料というキャンペーンを行っていました。ジーンズ1本が69ドルぐらいだったので、このお値段で2本持って帰れますよ。アパレルや T シャツのデザインも今時っぽくていい感じでした。あれもこれも買いたくなっちゃいました。ぜひお店でチェックしてみてください。
次はアルマーニアウトレットです。アルマーニは1975年にジョルジオ・アルマーニにより設立されたファッションブランドです。こちらのアウトレットでは 40% オフの商品を見つけることができ、さらに追加で 30% オフの案内が出ていました。道路を渡るとマイケルコースです。クラシックな服、ハンドバッグ、アクセサリーを販売するデザイナーブランドで、1981年にニューヨークで誕生しました。こちらのアウトレットでは他店とは違う高級感がありました。その隣はベラ・ブラッドリーです。キルティングでコットン製の旅行カバン、ハンドバッグ、バックパックで知られるお店です。商品価格も控えめでカラフルなデザインが特徴的でした。その隣はズミーズというお店です。店内に入るとアニメなどのグッズがあり、ここはどこ？っていう感じになります。1978年に設立された衣料品店で、ゆっくり見たら面白いものが見つかりそうです。その隣は3つ目のトイレです。奥に深くなっていてベンチなどもあります。次はザ・コスメティックカンパニーストアです。エスティローダー、クリニーク、マックなどの一流ブランドのコレクションから受賞歴のあるプレミアムスキンケアショップです。その隣はボルコムです。ボルコムはアメリカのスケートボード、サーフボード向けのファッションブランドです。サーフパンツや水着、 T シャツなどハワイで役立つアイテムが充実です。水着や T シャツなどサーフィンしなくても選択肢に入りそうです。その横はトミーバハマです。トミーバハマはハワイやアメリカ西海岸をテーマにリゾートウェアを展開しています。日本にも7年ほど進出していましたが、2020年5月に撤退しました。ココアウトレットでは品質の良いトミーバハマの商品をお安く手に入れることができます。割引率は最大 70% オフで、ファンの方にはたまらないのではないでしょうか。商品もかなりありますね。続いてはトミー・ヒルフィガーです。動画の前半でキッズの方は紹介しましたが、別店舗として運営しているので、今度は大人向けのお店を紹介していきます。トミー・ヒルフィガーは1985年に創業したアメリカのブランドです。トミー・ヒルフィガーはニューヨーク州出身のファッションデザイナーで、本人の名前がブランド名になっています。カラフルでバランスの優れたデザインは他のブランドとは少し違う独自のテイストを持っています。メンズ、レディース、キッズまであり、商品展開も幅広いのが特徴です。またブランドなのに価格も控えめで、そういう理由でも人気があるのだと思います。ココアウトレットでは最大 70% の割引があり、さらにお買い物が楽しめるようになっています。メンズもレディースも一緒に見て取り出し物を探してみましょう。次はフレグランスアウトレットです。名前の通り香水の専門店です。数ある香水の中から好みの香りを見つけ出してくれます。次はバンズのアウトレットです。バンズはスケートボードやストリートファッションのブランドです。バンズといえばこの靴です。お店に入って最初に気がついたのですが、靴を買ったらセールの靴が半額になるキャンペーンをやっていました。
通常セール品の靴は割引の対象外だったりするので、こちらのキャンペーンは少し踏み込んでいますね。良さそうな靴はないか、捜索スイッチ入っちゃいますね。お店の奥に行くとセールコーナーがあります。こちらは現金限りだったりしますが、気に入ったものがあればかなりお得です。この方、2足持ってますね。アパレルの数も種類も豊富で、とってもいい感じです。レディースもこの品揃えで、いろいろありそう。可愛いバンズの T シャツやキャップも欲しくなります。バッグもお手頃価格でした。入り口すぐのところにあったバンズ T シャツは2枚で25ドル。これも気に入ったのがあれば結構いいですね。次はゼールズアウトレットです。ゼールズはデラウェア州で設立されたジュエリーショップです。1924年から続く老舗の宝石店なので、良い品が見つかるかも。最後はパフューマニアです。こちらはアメリカ最大の香水のディスカウントストアです。フレグランスコンサルタントからアドバイスを受けながら香水が選べるそうです。ここまででプレミアムアウトレット側のお店を全店紹介しました。ここまでで気になる商品がありましたか？もしかしたら気になる食べ物が見つかったかも。引き続き後半を進めていきますが、よろしければいいね評価やチャンネル登録していただけると泣いて喜びます。ここからは道路を渡って南側にあるワイケレセンターを紹介していきます。ワイケレセンター側にはキャップ、セフォラ、バナナリパブリック、オールドネイビーのアウトレットと、スーパーやホームセンター、ペットショップといった一般的なお店があります。またこちらにもフードトラックやレストランエリアがあるので、順に紹介していきます。プレミアムアウトレットエリアから道路を渡ってすぐのところにあるのがキャップファクトリーです。キャップはアメリカの大手衣料品ブランドで、ファストファッションの元祖とも言われ、ここはアウトレット専門のお店です。その隣は化粧品や香水を扱うセフォラです。ブランドの垣根を越え、自由に手にして試すことができるのが特徴です。こちらのお店はアラモアナと同じく正規品の販売のみ行っています。次はおなじみのスターバックスです。バイケレにいるとき、コーヒーショップはここしかないので、アロハちゃんも時々利用しています。その隣はスムージーの専門店、ジャンバジュースです。シャリシャリとした氷の食感が癖になります。アロハちゃんの好きなのはストロベリーワイルドです。マンゴーも美味しいですよ。その隣はゲームストップ、ゲームの専門店です。最近ゼルダの伝説が発売されたので、表に貼り出されていました。アメリカのゲームショップ、ちょっと面白いですよ。その隣はプロフェッショネイル、ネイルサロンですね。この辺りは工事をしているので、ちょっと寂しい雰囲気です。ここからはワイケレセンター側のフードトラックを紹介していきます。こちらのフードトラックは7店舗ほどあって、高速道路のすぐ横にあります。まず最初はフォーベイヤーズオのバナナブレッドです。バナナブレッドはしっとり甘くて美味しいアメリカの家庭的なおやつです。ちょっと試食してみたら予想以上に美味しくて、パイナップルココナッツという味を一つ買うことにしました。お値段は11ドルでした。
ちなみに金土日の週末だけ出店されているようです。次はピンクのトラック、リックスレチョンです。こちらはフィリピン料理のお店でポークレチョンが売りです。皮パリパリのポークレチョン、実演で焼いていることもあるみたいです。次はテイストオブティーです。お店の前を通るとミルクティーのいい香りがします。ずいぶん歩いていたのでタピオカティーを買うことにしました。実際の注文ではミルクティーにタピオカを足す感じです。お値段はラージで6ドルでした。これは親切価格な方だと思います。次はタイ料理のお店、トンズタイです。春巻きからイエローカレー、パッドタイやバジルチキンなど様々なタイ料理をいただけます。美味しそう。次はマウンテンマジックシェーブアイスです。シェーブアイスとはかき氷のことで、暑いハワイでは人気があります。お値段はスモールが5ドル、ミディアムが6ドル、ラージが8ドルでした。支払いは現金のみなので、食べてみたい場合は準備しておきましょう。次はレナーズのマラサダです。旅行者に人気のマラサダですが、もちろん地元の人にも人気で、実はフードトラックでも買えます。ここは行ければそのうちの一つです。通常のマラサダはオリジナル、シナモン、リヒンで、パフェ入りはカスタード、チョコレート、ハーキアがあります。この日はハーキアは売り切れだったみたいですね。最後はラバーンズハワイアンフードです。名前の通りハワイアンフードをいただけるお店で、サイズはレギュラーかミニかを選びます。続々とお客さんが来ていました。こちらのフードトラックは以上になります。心もお腹も満たしてくれそうです。他にもレストランエリアがあるので後ほど紹介します。そういえばタピオカミルクティーを注文していました。お店によっていろいろなタピオカがあるのですが、ここのタピオカは美味しかったです。やっぱりシンプルなミルクティーにタピオカが一番合うと思います。ペロリ。続いてはペットコを紹介していきます。ペットコはアメリカで1、2を争う大手ペットショップです。ワイケレセンターの端にあり、隣にはバナナリパブリック、オールドネイビーのアウトレットがあります。こちらはそれほど広いお店ではありませんが、犬や猫、熱帯魚、鳥にウサギやモルモットなどの商品が充実しています。こちらではペット用の首輪やリード、おもちゃなどもたくさん扱っています。こういったものなら持ち帰りやすいので、ペットのためにお土産を探してみるのも良いかもしれません。ちなみにこのお店では生体の販売はしていません。次はバナナリパブリックです。カリフォルニア州を拠点とする衣料品ブランドです。実はギャップの子会社にあたり、ギャップより少し高級路線という位置づけです。カジュアルというよりはフォーマルな商品が充実しており、落ち着いた雰囲気です。メンズ、レディースの商品を扱っているので、一緒に見て回れるのもいいですね。商品は 50% オフや 70% オフのものもあり、お安く良い品が見つかることでしょう。落ち着いた雰囲気でお買い物ができます。次はオールドネイビーアウトレットです。こちらもギャップグループのブランドで、キャップよりもカジュアルで安い商品を展開しています。商品ラインナップは子供から大人まであり、
赤い値札がたくさんでお得感がありそうです。店内はかなり広くて奥行きがあります。割引がたくさんあるので値札を見ても実際いくらかレジに行ってみないとわからないということもあります。そんな時はプライスチェッカーを探してみてください。値札についているバーコードをスキャンすると購入時の金額を確認することができます。これで安心してお買い物ができますね。大人も子供も商品が充実していてカラフルなアイテムを手に入れてみましょう。最後にこちらのお店は右手奥に進むとトイレもありました。これは覚えておくと良いですね。その隣はセーフウェイというスーパーです。こちらではサンドイッチなどの軽食を買うことができます。お値段はそこまで安いわけではありませんが種類はいろいろあります。チキンなどの惣菜やアメリカっぽいお寿司もあります。クランチーなお寿司も美味しいですよ。お店自体はスーパーなのでいろいろなものを置いています。これはアメリカのマヨネーズ。飲み物も巨大です。ピザは家のオーブンで焼くタイプ。アイスもたくさんあってハムやベーコン類もこの量です。右手の入り口近くにはお土産コーナーがありました。ハワイっぽいステッカーはお値段も安くて良さそうでした。普通のスーパーなのですが日本とは違うので見るだけでも面白いですね。こちらのお店も右奥にトイレがあるので覚えておくと良いでしょう。その隣はローズというホームセンターです。アメリカとカナダに1600店舗もあるホームセンターでオアフ島には2店舗あります。とにかく広いお店で個人で家を建てられるほどの道具や資材を扱っています。日本にはないような本格的な道具も普通に買えます。庭の芝生も DIY です。アメリカは広い家が多いので庭用のソファーやベンチを売っていたりします。バーベキューグリルでお肉を焼いたりアメリカっぽい暮らしが垣間見れて好きな人には面白い場所だと思います。そんなローズにはトイレがあります。入り口入って左に行くとすぐあるので近くて便利なトイレです。立ち寄ったついでにお店を見るのも面白いと思います。次はレストランといくつかお店の集まるエリアを紹介します。まずはケンタッキーフライドチキンです。ワイケレに来た時に最初に見えてくるお店なので気づかれた方も多いかもしれません。定番のフライドチキンの他にサンドイッチもあります。次はチリーズというレストランです。ステーキやハンバーガーなどボリューム満点のメニューを楽しめます。お酒のコーナーも充実していてアメリカっぽい雰囲気を楽しめるお店です。次はマクドナルドです。世界最大のファーストフード店でビッグマックなどおなじみのメニューがいただけます。日本語ではセットと言いますがミールという言い方をするので覚えておくと便利です。次は元気寿司です。日本から来た回転寿司で新幹線レーンもあります。店内飲食できるほかお持ち帰りでも注文できます。弁当メニューもありますよ。その隣はサンドイッチのお店サブウェイです。好きな缶に好きな具材を入れてお好みのサンドイッチを作れます。美味しいけど注文が難しいのがちょっと難点です。その隣はバスキンロビンズアイスクリームです。
日本だとサーティワンアイスクリームの方が分かりやすいかもですね。おなじみのアイスクリーム以外にスムージーもありました。次はワイケレコリアンバーベキューです。カルビやバーベキュービーフなどの韓国料理をいただけます。コンビネーションメニューにすると複数の味が楽しめますよ。次はパンダエクスプレスです。中華料理のフランチャイズでオレンジチキンが美味しいです。ライスかヌードルを選んで好きなおかずを選ぶスタイルです。その隣はレストランクニオです。お寿司やうどん、そばに丼物まで幅広い和食を提供しています。ワイケレで和食が食べたくなったらここですね。次はパーティーシティです。その名の通りパーティーグッズのみを扱う専門店です。最後はハワイのサーフブランドローカルモーションです。ローカルモーションの中でもちょっと懐かしい雰囲気のお店です。 T シャツ3枚で30ドルでした。隣のお店は金融系のお店なのでローカルモーションが最後になります。ワイケレセンターのお店も約40店舗が集まっていました。どんなお店があるか知っておくことで効率よくショッピングを楽しめると思います。さてワイケレのアウトレットモールを紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。最後にシャトルバスの止まるバスプラザについてご紹介したいと思います。バスプラザ1は正面向かって左手の高地側にあり、バスプラザ2は右手のカルバンクライン側にあります。シャトルバスの会社によって変わりますので、ご利用の際に確認してください。プレミアムアウトレットとワイケレセンターにはお買い得な商品がたくさんあって一日中ショッピングを楽しめます。お買い物に疲れたら休憩して次の作戦を立てるのも良いですね。楽しいショッピングができますように。このチャンネルではハワイの観光地を定期的に紹介していきます。リクエストや質問などありましたらコメント欄よりお願いします。動画を見ていただきありがとうございました。この動画が参考になったよという方はいいね評価お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。